どうもこんにちは宣伝部長のこっちです。今日はジュリーズあかんってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、ジャニーズ事務所がね、名前を変えるっていうのがありまして、その100%の株主の持ってるのが、まあ、ジュリーさんなんでね、これは普通にジュリーズなんじゃねみたいな声が上がっているので、まあ、ちょっとタイトルにしてみたんですけど、ただですね、なんか一応私は普通に、 会見とか見てて、ああ、こうやって、まあちょっと、まだね、全然足りてないけど、今後しっかりやるのかななんて思いっきり勘違いしてたわけですよね <laughs>。勘違いかどうかわかんないけど、一応10月の2日に新体制で、なんか、バシッとした方針出すよっていうことらしいので、まあ、そこをちょっと待ってみないとわかんないんですけど、ただ、記者会見のすぐ後にハワイ行ったのはさすがにびっくりしましたと。別に、今、まあ、いいんですけど、その。 いや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 みたいなね要はもう被害者の方々がですねまあ本当に命がけですよね強き者にやっぱり声を上げるっていうのがどんだけ大変かっていうのはひょっとしたら分かんないのかもしれないんですけど、まあ、むしろね被害者ぐらいの感じで捉えてるのかなと思ってしまいましたがまあね普段表に出ない私が表に出て大変だったのよということで羽を伸ばしたかったのかもしれないんですけどハワイ行っちゃったのがすごいびっくりしたんですがまあ ご本人的にはあの誹謗中傷が娘に集まっていてでそれによってなんか大学を日本の大学からなんかアメリカに変えたなんかのかなって、まあ、ちょっと、えー、そ,それを様子を見るためになぜかハワイで落ち合って、まあ、それで会いましたって感じでもうやっぱもうなんかもういろんな意味で意味不明だったんですけどだったら直接アメリカ <laughs> まあお互い時間がないっていうことなんですかねハワイで落ち合ってまあまあっていうことなんですかねはいまあそれはそれでまあまあ好きにしたらいいと思うんですけどそれは普通に批判されるよねっていう話がありましてで話はここで終わらず終わらずみたいな話でハワイからなのかハワイから帰国してすぐなのかちょっとわからない時系列わかんないんですけど記者会見の3日後に、えー、と,とある とあるテレビ局の幹部の方から聞いた話があるということで、えっとですね、はい、で、その話がなされたのがこちらのポリタス TV ですね、津田大介さんがやられている番組なんですけれども、メンバーシップを今募集してるみたいなんでね、よかったら入ってくださいって感じで、で、ここに、えっと、青木さんが来られてね、 で、えっ、ー、と、テレ朝かなんかの番組出てましたよねで。で、その方がですね、とあるテレビ局の幹部からちょっとジャニーズの話を聞いたと。で、あのジュリーさんがですね、記者会見の3日後ぐらいに、まあ、ちょっとそのとある幹部の方が話をしたらしくて、で、そ,その方 がうにはですね、まあ、そこがやってる、まあこうね、ジャニーズしか出れないあの音楽番組がありますとあの男性アイドルね男性アイドルが、まあ、ジャニーズしか出れない番組があるというところでそこで、まあ、今回ねさすがにこういった状況になってるのでちょっと、まあ、出せませんというか出しませんみたいな状況になったと。 でそれをあのねテレビ局が本当はねそんな決めて勝手にキャスティングすればいいだけなんですけどわざわざなんか連絡をねジュリー氏にしたらしくてですねいやまあ出せませんっていうか出しませんっていうかどういう言い方した,したのかわかんないんですけどででそれを受けてジュリー氏が何て言ったかっていうとまあまあ今回はまあ仕方ないんだけれどもそのあの。 <laughs> あの、まあ、今後についてはですねあのこちらでも考えさせていただきますぐらいのことを言われたらしくてですね、まあ、それ圧力やないかみたいな <laughs> あの今後の対応については考えさせていただきますだったかなっていうことを言われたらしくてもう反省し,とないし,してないやないかみたいなツッコミがわーっと今入ってるっていう状況ですねはい。 と,いうことでまあもしね一応青木さんが言ってるだけなんでねまあちょっとこれがまあまあどうニュアンスも違うかもしれないんで難しいとこありますけどまあまあでもねまあこれはでも呆れた感じでまあ言われたってらしいのでまあなんか状況を全く理解 してなないのかなと一応あの記者会見においても圧力なんかとんでもないっていうかそんなだ首振ってたんですよジュリーさんそのもう今圧力あって大変なんですよみたいなことをね、まあ、そやめてくださいみたいなこと言われたらですね首を横にブン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 振ってですねそんなのありえないみたいな私がみたいな感じでもう何て言うんでしょうねもう圧力一家に生まれた結果それが当たり前だと思ってんですかねなんかなん ってううんだろうな日本に生まれてご飯食べるのは当たり前だと思ってるからなんて言うんでしょうねまあななんかちょっと表現が思いつかないやその <laughs> 空気ぐらい当たり前になっててそのもうそれは丁寧に言えば圧力じゃないのかなみたいな <laughs> 感じなんですかねもうそのよく分かんないっすよねそのすごいな <laughs> <あの笑>っていうことがどうもあったらしいですと。 でそれがまあ一部、ちょっとこれもね、まあ、この発言をもとに記事とかにもなっ,てまたなってましたし、ネットでは散々ツッコミが入ってた状況なんですけど、まあだからね、まあ、それを、それを電話だったりとかしたら、ハワイで受けて、ちょっとバカンスしながら、あの今後については考えさせていただきます、おほほほほ,ほって言ったかどうかわかんないんですけど、それなのか、まあ、対面だとしたら、日本に帰ってきて、それを直接言ったのか、よくわかんないんですけどね、まあ、どっちにしてもアウトだと思われますって感じですね。 でそのような認識のままの方がですね株式100%持っててもう本当にうまくいくのかなっていうことについては謎でしかないですけどね。 はい、というわけでね、まあ、トップがまあねこの話がもし本当だとしたらその程度の認識だとしたら、まあ、下に至るまでイエスマンで揃えられてるわけですから、まあ、無自覚に上かから目線で圧力を何て言、ね、うんだろう圧力っていうものを一回勉強しない人がいいかもしれないですよね。だって、 あのもうそもそもですけどすでに過去にその創業者どもがですね散々圧力を与えてですねもう恐怖に震えるぐらいもう何も言わなくても忖度するような体制が整ってるからまあ何だったらそこに対してめちゃくちゃ気ぃ遣わなきゃいけないぐらいの状況であるにもかかわらずその <laughs> なんかタレントを出さないみたいな匂わせをするっていうこと自身が、まあ、圧力だっていうふうに なんか思ってないっていうのが、まあ、ちょっとかなりやばいですよね。はい。っていうことですし、なんだったら今それ圧力、逆に言うと、今それ圧力にもなってないっていうか、いかに外そうかって考えている時に、それ言われちゃうと、もうなんか二重の意味でずれてんなって話じゃないですか。はい。という形のことがございましたって感じですね。はい。まあ、これがフェイクニュースであることを私は願っております。で、 そしてですね、えっ、ー、と続いて木村拓哉さん、えー、競馬延期問題ですね、まあ、人気ドラマの競馬っていうドラマがありまして、まあ、これはなんか、警察官を育てるような話ですかね。はいで、えー、とこれについての記事が上がってまして、はい。えー トスポさんのね、えー、記事で、木村拓哉日は、延期はスポンサーのストップだったタレントに罪なしは通用せずっていう感じですね。まあ、正直ね、なんかこの最初の方ね、タレント罪なしみたいなのが、まあ、ちょっと話題と上がっていて、タレントだけ使おうみたいなのが流れがあったんですけど、そこはちょっと後でもやりますけど、流れが完全に変わったっていうところですよね。 で俳優の木村拓哉氏がですね主演するフジテレビ系競馬のスペシャルドラマの撮影が延期となっている件で一部番組のスポンサーが難色してる示していることが分かったと。はい、で同作は木村演じる警察学校の冷徹教官。 と。それから、警察官を目指す生徒たちを描いた物語だというところですよね。まあ、正直、かなりね、えー、バーターが入れやすいような、なんていうドラマですよね。はい。で、そしてですね。えっと、スペシャルドラマのクランクインは、10月上旬。映画化を想定し、ドラマ2本分を撮る予定だったというところっていうところですか？あ、あ、っていうことですか？スペシャルドラマを2本分。 いいののかかかなななどううう感じででやろうとしたんですかね2回分なのかなまあまあいいやまあそれでそのそれが好評だったらちょっとなんか映画に繋がるような伏線巻いといてみたいなや,やつですかねで視聴率めちゃくちゃ良かったらそのまま映画化いけるみたいなまあ、最近よくあるパターンですかねはいでしかし、えー、とまあいわゆる加害問題が拡大する中クライアントが相次いで契約の見直しを表明と。 でその多くがコンプライアンス意識の高い大手企業でありテレビ局側もタレントに罪はないと分かっていても無視できなくなってきたという感じですかね。ドラマ競馬の提供スポンサーを見るとサントリーサントリーやカオエステスポティファイなど大企業がずらりと。 で中でもサントリーの新浪社長ですね、は経済どういうかの代表幹事を務めており、先日の会見でですね、ジャニーズが本当に真摯に反省しているかどうか大変疑わしいとピシャリとやったっていうところですよね。はい。というところで、今後数ヶ月で事務所の体制が改善されなければ番組スポンサーも降りる可能性はありうると述べていたというところですね。はい。あとにかく、まあ飲料機は本当になんかあちこちに、 な宣伝費がすごいんですよね。だから我々はなんかやっぱり飲料っていうのは宣伝、宣伝料、どんくらい入ってるんですか半分くらい入ってるんじゃないですかあれ。<laughs> あ<の笑>っていうぐらい、まあ、まあとにかくね、まあうそう、そう、そうやって宣伝しないとコンビニの棚にもスーパーの棚にも、ね、並ばないってことなんでしょうね。はい。っていうのがありまして、えー、っとですね。 サントリーっていうのは富士にとって大スポンサーの一つということで撮影機の理由についての表向きは番組制作上のトラブルと説明しているそうですが実際はスポンサーさん側から制作に難色を示されストップをせざるをうない状況になったと聞いてますと、まあ、一方でなんかあれですよねその撮影の神奈川県警の方から「使わんでくれ」って言われた話もちょっと漏れ聞こえてくるのでまあ あちこちからこう NG を食らってるっていう状況ですよね。そして今までだったら木村拓哉さんのドラマだったらぜひみたいな形でそのロケ先も協力してくれたりとかスポンサーさんがついたりっていうのがあったんですけど、それがもう逆回転してるわけですよね。もうジャニーズダメダメみたいなねいう状況になって てるようでまあこれが木村拓哉さんクラスで起きてるということところですよね。そしたらもっともっと小粒になっていくともうもうもうももっと検討の余地なくダメとかねまあ、そういうレベル感になっていくし当然バーターなんて何言ってんのみたいな形になっていくっていうところですよね。はいということで天下のキムタクドラーマにまで影響出た事実は大きいということで。 えー、小粒なタレントとは訳が違うということで今後拍車がかかるでしょうっていうところですかねうん。まあ簡単に言うと他のタレントに比べても数字が取れることが見込まれてるしかも人気ドラマの続編っていうことから考えて、まあ、ここに「の」突きつけられるんだったら全部できるよねっていう状況ですよね。はい、っていうところですか。 で木村京葉のほか来年はテレビ朝日で主演ドラマ2025年には、えー、と東野圭吾さんの映画「マスカレードの」のシリーズ最新作の公開が控えているといわれているというところで仕事的には絶好調だったんだけど思わぬストップが入ったっていうところですかね。はい、すごいですねこれ2025年ってささ再来年じゃないですか。<laughs> <laughs> えー、ということはこれはもう撮影が終わってんですかね、まあ、ちょっと、まあ、映画ってよくありますねすごい撮影だけは結構早めに終えてで編集も終えてるんだけど公開だけなんかちょっと先になるってよくあるじゃないですかあれってなんかあれですかね劇場の順番待ちとかあるいはまあ宣伝のための期間をしっかり取るとか、まあ、そういうことなんですかね、まあ、ちょっとね はいまあ事情がいろいろあるんでしょうというところですかね。はいで来月2日、2日東山社長による新たな体制が発表されるというところでひょっとしたらここにね、えー、木村拓哉副社長もないわけではないっていうかまあまあまあちょっと呆れるばかりですけどまあとにかく新しい会社もできるかもしれないしそしたらそっちの社長とか含めていろんな話がまあ今言われているという状況ですかね。はい まあこれをひっくり返せるようなものが出せるかっていうところですかね。はい。でまあ現状はですね、えっ、ー、と結局ですね、先ほどのサントリーの社長ですね、これが9月19日の記事かな。まあまあ、会見が7日だったので、そこから2週間後ぐらいではもうかなり状況が変わってきてるみたいなね、いうニュースになってるし、あとこれですね、テレビ局のジャニタン配置替えみたいなね、いよいよ来たかという感じですと、 CM キーを見送るなどのレベルとは訳が違うというところですね。はいえー、民法はスポンサーの意向で成り立ってるというところでスポンサーが離れていくとあってはいくら対応を見守るとか言ってても、まあ、どうにもならんってまあまさにそんな感じですよね。で民法のアキレス権はスポンサーですと。 で nhk は政治家ででですすって感じですかねで今こそジャニーズに対してペコペコしているテレビマンがほとんどだがスポンサーの意向を理由にジャニーズ切りに走ることになると。<laughs> だからこれ一説にはですねまあ、急にやっぱり対応できないんで今撮,撮影してやるとかも決まってるやつは何とかごまかしながらやってですねまあ、来,来年以降ですね特に来年の春以降についてはちょっと一新されるんじゃないかとも言われてますけど、まあ、逆に言うとジャニーズとしてはそれがあるとしたらもっと早めにこうね手を打てば間に合うかもしれないしっていうところなんでしょうけど。はいで えっとまあ、それはだからテレビ局ともお互いにそう思ってる可能性がありますよね。4月に間に合わせようみたいな、ね。で、えーっと、そして、えー、テレビ局では、かつて、えー、ですね、ジャニーズ事務所を担当する通称ジャニータンは出世コースと言われたが、それも使用、目が変わる可能性があると。 というか、あの変わるどころか、自社の検証の中で、このジャニタンっていう人をちゃんと出してですね、あの検証をしなきゃいけない対象でございますと、出世どころ、出世以前どうこの前に、あったことを、やったことをすべて話してくださいねという形で、求、まあ、断される対象かなというふうに私は思ってますけどね。はい で、テレビ局はズブズブの関係を見直すべく、ジャニータンを一新するでしょうって感じで、だからあれですよね、だからテレビ局も自社を守るために、このジャニータンを切ってですね、えー、こいつが悪いんだっつって、なんか尻尾切りに使う可能性すら出てきましたよね、なんかね、それはそれであかんやろみたいな、その話が。ね、当然、あの、えー、っとですね、木、まあ、 ちゃんと検証もしなきゃいけないけど、そいつだけの責任するっていうのはちょっと間違ってると思いますけどね。はい。まあ、そんな感じでどんどんスポンサー離れがね、進んでるよって記事ばっかりですよね。あ、これですね。来年以降のキャスティング壊滅状態もっていうところですね。今、まあ、はっきり言って新しい契約に関しては実質進められないですね。まあ、めてるとしたら、まあ、今、契約が済んでるものとか、あるいは撮影がね、始まってるものとか、 いいうところでですよねはい、でその辺はやっぱりスポンサーの意向がまあかなり強く働いてるっていう状況みたいですけどね。はいで10月期のキャスティングは以前から決まっていたので急な変更は難しいが来年以降のキャスティングで、まあ、ジャニーズタレントは壊滅状態になると不気味に見通すのはスポーツ指揮者ってことですかね。はい今はテレビが山本に立ってますがラジオのレギュラー番組も多いと。でそこも離れると。えー 演劇界では何事もないかのようにジャニーズタレントの主演舞台が上演されてますと。ファンで客席は埋まり、主催者にとってはドル箱公演ですが、えー、来年以降の日程を組むためにも、一日も早くジャニーズに手を尽くしてほしいと言ってましたねという形ですかね。だから今のところはですね、まあ、スポンサーさん、しかも大手のところから、 まあ、特にグローバル企業の方からちゃんとしろという声が上がり今使わねえぞって言ってるわけですよねその輪がどんどん広がりもうちょっと規模が小さい会社にも、まあ、伝播する可能性があるってことですよねだからビジネスと人権の考え方がすざまじいわけですよね自社の人権だけじゃなくて取引先の人権を考えるということになっていてで例えば、まあ、サントリーがその、まあ、ジャニーズの NG を暮らしてる暮らしてるわけじゃないですかでそうするとそのサントリーと あのお付き合いしてるとこもたくさんあるわけですね。で、お前んとこな、あそこと付き合ってんのみたいな話になっていくわけですよね。あそこ、ちゃんと人権意識がないのに、ああいう対応やってんの、お前ら大丈夫なみたいな話にもなっていくというところで、まあ、ジャニーズ事務所の対応次第においてはですね、それがどん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 広がっていき、より小さなところまで伝播する可能性すらあるっていう感じですけどね。まあ、逆に言うと、今までなんでこれやれなかったんやと思うんですけどね。はい はいという感じでまあそうやってスポンサーがねどん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 離れてってるしまあ影響が多いのは実はねスポンサーさん引くっていうよりはなんかそれ以外の影響だと思ってて例えばまあロケ先がねうちダメよっていうのもそうだし何より私は舞台っていうか例えば東京ドームがねいやうちダメよとか武道館とかあるいはまあ要するに 大箱とと呼ばれるところですよねそこに関しては結構そこに大,大手が、ね、出資してたりとかするんでそう大きければ大きいほどみんなで一緒にやろうよみたいなリスク分散しようみたいな形になってるから、まあ、そこは使えなくなるのが一番でかいでしょうね小さなとこだったらねそれはできるかもしれないけど まあそうなっていくと、まあ、利益率随分下がるじゃないですか。それこそね、東京ドームだったら、ドーンって満員にできるのに、それが100人規模のとこでやったら、大して儲かんないじゃないですか。そうすると、もう残されたとこ、配信しか残ってねみたいな、<laughs> そんなになっちゃうと、ほとんどできないし、っていうか、タレントがもうちょっとそん、ここまでになっちゃうと、それはもう出るよって話になるわけですよね。はいまあ、そういういの含めて まあねみんなが使えるような体制に、ね、なってくれたらいいなぁと思いますがここについてはようわかりませんっていうところですかね。はい はいでまた一方でですねある意味男性アイドルをですね独占してきて新しいの出てきたら潰してきたっていうそういう歴史がある一方で、まあ、それを感激を縫うように新しい人たちも出てきてるんでその人たちがどんだけ席巻できるかっていうのも含めてですねいわゆる、まあ、ジャニーズワークみたいなやつがなくなればいいだけだと思うんですけど要するにフェ,フェアに戦ってくれればいいって話だと私は思うしそれからでも。 なんかこの状態を見てですねまあかわいそうみたいな面もあるっちゃあるんですけど一方でジャニーズを辞めた方々をこのジャニーズ事務所の方々は出られないように干してきたわけでそれが自分たちに今跳ね返ってきてるだけですよね。あとまあどうしてもそういう意地悪な目線で見っちゃうんですけどねだってそれ演劇とかもそうです演劇っていうか劇場とかもそうで、まあ、新しい地図の方々が出られてやろうとしたらいい箱についてはちょっと NG 食らったそれはやっぱりねあの ジャーニーズさんの圧力だそうなんで、<laughs> あの、まあそういうの含めてやってきたことが因果応報で返ってきているだけのように見えますけどね。はい。とはいえ、とはいえ、ちょっとね、まあタレントさんはちょっとかわいそうな気がしますが、まあそういうのもあって、だからこそ、まあ早めに出た方がいいんじゃないんですかっていうことを皆さんおっしゃってるわけですよね。はい。まあいずれにしても今後どうなるかわ分かりませんけど、ちょっとね、なんかハワイに行っちゃうとか、 まだ圧力与えちゃうとか、まあそ、それ、それやってる間はちょっとあかんよねっていうふうに思うわけですよね。で、本人がその、まあ、できねえよってなって、じゃあそれを受け継いでる東山さんが全て動いてなんとかするのかな、みたいなね。いうことで言うと、うん、まあ、いろんな意味で難しいでしょうねっていうところですかね。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。